どうもサムジャンおちびおちゃいですブログです。では今回もセブニングレバープリスに入れちゃっていこうと思うんですが、今回はですね2日前にですねガチスカ監督紹介したんですけど、そちらの方で人選解説ねしてくださいっていうコメント結構たくさんねいただいたんで、今回は人選解説ね徹底的にちょっとやっていこうかなと思います。ガチスカの監督名はパウロ・ソーザ監督。これ今も取れますし、これからも取れると思うんで、別に今週来なくてもね2021の間はまあ取れるんじゃないかなということで、まあ、先日とかは試合動画の方でまあ細かく言ってんでそちらを見ていただければと思うので、今回はまあ人選ということって少しこだわりがあるんでね、そういったところも踏まえて言っていければなということで、マネージメントが770なんで、まあこういった感じで結構選手は入っております。スタメンにはですねアイコニックこそ5名かな、サブの方はもうアイコニックが4人入ってるみたいな感じなんで、わりかしアイコニックとかも入れられますね。ということでまずキーパーからなんですよ。まあキーパーとかはたびたび言ってますけど、まあ自分が信頼してる GK でいいと思うんですけども、ちょっと TV はクルトワが一番強いと思ってるんで、まあクルトワ使ってるといった感じですね。で3枚のセンターバックはバランとベッケンとパウトーレスということで、5バックのまあ右 CB の方はバランを採用してるんですけど、まあファンダイクとかねいろんなセンターバック使いましたけど、まあやっぱりなんだかんだ相手にいてもそうだし、まあ自分で使っててもバランって結構信用できてね、っていうのもやっぱり一番ね相手のくさびに対してのね反応が早い気がするんでバラン使ってるといった感じですね。でセンターバックはいつも通りベッケンなんですけど、ここはまあレジェンドを置いてますね。まあ、この監督の場合のコストが770なんで、ベッケンとかベッカム今回レジェンド採用してるんですけど、最強レジェンドランキングの時にも言ったんですけど、ベッケンとかねレジェンドでもIMと同じような活躍動きは全然してくれるんで、ここはちょっとコスト削減というかねコストのことを考えて、まあ、安めのベッケンレジェンドを使ってると。なるほど。で左はパウトーレスですね。ここベディアシェルとかも使ってるんですけど、正直パウトーレスとベディアシレって俺同じぐらい強いなと思ってて、やっぱパウトーレスはめちゃめちゃ強くて、コンディション程度ってねベディアシレと同じ5なんですけど、体感的になんですけど同じ5なんだけど、パウトーレスの方がねやっぱ明らかにもうね40試合50試合ぐらいやったんだけど、調子がねそんな不調とか絶不調にならないことが多いんですよね。ここはどっちでもいいんですけど、まあこのねあの監督の場合はパウトーレスをまあ使用してるといった感じですね。でサイドバックはバフかけてるマルディーニ、ここもねぶっちゃけコスト削減するためにレジェンドを入れてもいいんだけど、ミランのね補正かけてるんで、だったらやっぱりマルディーニちょっとかけたいなという感じで、まあ、マルディーニを入れてるといった感じですね。これ右サイドバックは妥協してキミヒ使ってるといった感じですね。ここ本当はあのアーノルド5バックの場合はね置きたいんですけど、アーノルドってコスト50超えてくるんで、ワンパスルパがあって、はい、でしっかりインターセプトとかもあるんでキミヒでも十分いいんですけど、ただこうよく言えばやっぱアーノルドでアーノルドがいい、ね、めちゃめちゃエグいクロス、まあ、5バックそこも強みの一つであるんで、で5枚ですね、ここが結構重要ですね。この中盤から上なんですけど、まあ、この監督の場合って DMF がいないんで、アンカーとか、まあ、そういった守備的な選手を配置することができない監督になってるんですけど、ルンメニゲ以外は全員ワンタッチパス、特に中盤3枚はワンタッチパスがあった方がいいと思います。ワンタッチパス持ちがないと、ここでボールもらった時にやっぱり縦とかにこうくさび入れてどんどんこのベッカムとかあのネドベトとか、まあ、カカとかが、この監督の場合ってこの3枚が結構ここをね越してきた時にチャンスになるんで、ここに入れる1本目のパスっていうのはワンパン持ちっていうのは必ず必須なのかなということで、中でもこだわってんのはこのサイドの CMF2 枚、このネドベトとベッカムなんですけど、ベッカムの方はクロサーで、こっちのネドベトの方はボックスとボックスなんですけど、ボックスとボックスか、まあ、ハードプレス無印がいいと思いますね。ここね2列目からの飛び出しとかそういった選手を置いちゃうとやっぱり帰ってこなくなっちゃうんで、結構守備陣に3枚 OMF とかいう形もあるんですけど、帰ってこないっていう現象があって、さすがに帰ってこないといくら5バックでも挟む守備ができないんで、ダブルタッチから打たれちゃったりだとか、 OMF が抜け出しがすごい相手してくるみたいなところで、はい、この監督って言ってもコンパクトネス10でものすごい密集するんですけど、それでも OMF に置いちゃうとやっぱちょっと上がりが強くなりすぎちゃ それはちょっとバランス取って1枚だけ OMF で2枚 CMF、 この形にするとじゃあリーフットとね同じじゃないかと、やってることが。この監督の一番いいところは初期配置が OMF とめちゃめちゃ近いんですよね、うん、ものすごいそのパスの通り、中央での密集した場面でも結構パスコースがあるし、ワンタッチパスすると結構相手がねもう引っかかって、まあ、縦のワンツーが食いつきやすかったりだとか、横のワンツーもバンバン決まったりだとか、そっちの意味で、まあ、ちょっとリーフットとは違ったような、そうだね、攻撃ができる監督だから、結構この中央はねイメージとしては5バック
ックの4-3-1に使ってるみたいな感じだね。4-3-1にやっぱりサイドの脇の CMF よりも高いですね、位置は。 CMF にしとけばデドベドとかベッカムとかもコンパクトエースが10なんで結構下がってくるはするんですよ。デブールっていうのがね、守備タイプ向こうがねフォアチェックなんですよ、うん、でね、これフォアチェックの場合中盤の下がるっていうのも中盤こう当たってくんだよね、フォアチェックの場合って、うん、選手にこうやってこうリトリートなんで中盤がしっかりこう戻るっていう意識があるんで、意外とカカとかまでねセットで戻ってくるんで、 DMF がいなくてもこう3枚さえ出さなくて相手を遅らしとけばここの3枚がしっかりね戻ってくる動きはしてくれるんで、コンパクトに10なんで結構中央の守備もやっぱり硬いんで、攻撃的な監督なんですけど守備タイプがリトリートのおかげで守備がより硬くなってる。普通に考えたらここ DMF いないから結構 OMF 走られちゃうんじゃないのっていうのがあると思うんですけど、それがね意外と無理なんですよ。1枚は無印、1枚はボックスボックスみたいな、まあ、これ2枚だからボックスボックスで本当にいいと思う。アイコニックのベッカムとか持ってる人は全然アイコニックのベッカムとか、俺最初配置してたんですけどやっぱりコスト問題でちょっとここはあの黒沢のベッカム入れてるんですけど、無印かボックスボックスがまあ一番いいんじゃないかなっていうふうに。ただ一応やっぱり火力はあるようにはしてますね、はい、守備がめっちゃできるっていうよりかは火力はやっぱりその重視。前はもうあのフリットとルンメニゲということで、まあリムットの時はねあのローマコンビとクライファートとか置いてたんですけど、この監督の場合ってやっぱりカカですね。カカがやっぱり結構いい抜け出しするし、今やっぱりねフリット使う場合にやっぱりカカをね一緒に使えるっていうのがあるんで、うん、やっぱりねここの2枚のねあの補正かけた時めちゃくちゃ強いんで、やっぱこのフリット使うとやっぱりもうカカかな。ここら辺はね本当に自分の好きなあの選手全然配置してもらっても全然いいかなと。でベンチはまあこんな感じになっていて、まあ1枚はジェイミー・バーディでね昨日紹介したんですけど、スパサブ的な感じで使って、であとはインザーギ、これもスパサブ的な感じでジェイミー・バーディと同じような起用の仕方をすると。ホルランはカカのところに入れるといった感じですね。キャンベルとプジョルは B 固定なんで、まあ、パウトレス、バラン、キミヒ、まあ、この3枚が不調になった時に、まあ、入れるといった感じで、まあ、これで50試合、60試合ぐらいやりましたけど、勝率も8割超えぐらいはキープできて、しっかり強い監督ではあるんで、今の環境でも全然やりますし、そして今ね、ゲットできる5バックの最高峰の監督だと思うんで。まあ、2バットとかもうゲットできないしね、なんか形変わってると思うし、まあ、今ゲットできる5バックの中ではかなりおすすめ。タイム持ってない人はね、そこにレジェンドを入れとく、はい、イメージであの突っ込んでもらえればなと。だからぶっちゃけカカぐらいですね、うん、あの買いが効かないの。そう、今でもね、ゲットできるんで、ぜひ見かけたらね、ゲットして使ってみてほしいなというふうに思います、はい、この動画でぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。でしょー、さらっぽー。